皆さんこんにちは。東京湾で漁業をやっている山本です。このチャンネルでは東京湾の海の魅力や日々の漁業的な生活を配信しております。今日はですね、このカニです。石ガニです。これね、どんな風に取れたかと言いますと、ホンビノス貝で、ホンビノス取ってる時に混じりで入ったという感じで、そんなにね取れるカニじゃなくて、1ヶ月に1匹とかこの時期に混じりで入るような感じです。で、どこにいるのかっていうと、割とね、東京湾内は磯場ないんで、干潟とかにいたりします。で、6月とかになると結構浅瀬に上がってきて、たくさん取って、以前はね、タコの餌なんかにもしたりしました。でですね、これ取ってる漁師いないです、ね、専門で。なので市場でね、流通はしてないと思います、江戸前の石ガニは、市場には流通してないのかなという感じですね。ただこのカニ結構うまいです。漁師の中では渡りガニよりも好きっていう人がいて、私もね、この石ガニ大好きです。このね、太い腕ね、見えますか、ちょっと、かなり凶暴です。しかもハサミのスピード速いですからね。こっち向いてますけど、ツンツンってやると、この太い腕にね挟まれたらめちゃくちゃ痛いです。私は挟まれたことありませんけども、これよりも腕の細い渡りガニに挟まれただけでもかなり痛いのに、この腕の太さ見てください。先輩のね、ベテラン漁師にも言われました。石ガニに挟まれたらめちゃくちゃ痛いぞということでね、私もかなり恐れてます。もうね、触るときはかなり注意して、やってます。夏になると渡りガニ刺し網で取るんですけども、その時にね混じりで入ってきて、これをね網から外す時はかなり警戒して外してます。ということで、このカニ蒸し焼きで食べたいと思います。ではじゃあ早速やっていきたいと思います。はい、カニです。で、これ蒸し器、この感じね、かなり凶暴なのでトングを使ってください。こんな感じで、で、輪ゴムかけてもいいと思うんですけど、挟まれるの嫌な人はもうこのままぶっこんじゃうのがいいと思います。ダメだね。おお、はい、石ガニ完成しました。足取れるかと思ったんですけど、取れませんでした。こんな感じで、暑いですからね。ツルツルして取りづらい。石ガニ、こんな感じでね、綺麗な鮮やかな赤になってます。もうザ・カニっていう感じですけども、食べていきたいと思います。好きですね。ここ見てください。ここにこれね、カニの脂肪分なんですけど、私ここ食べるのすごい好きで、ここですね、プッとしたとこ、いただきます。この甲羅のとこに、
こう食べられますんで、多少スナックついてました。足の付け根に筋肉がたくさんくっついてますから、これね、甘い、甘みがあります。取れたてなんでプリプリしてますね。美味しい。石ガニもね、ぜひね、潮干狩りなんかで見つけた時はとにかく挟まれないように気をつけてください。とっても美味しいカニなので、ぜひ召し上がってみてください。以上です。ご視聴どうもありがとうございました。